で、そういうことが子供って本当大事だなって思う。だから子供の頃は一人でもいてリフティングとか毎日続けることが上手くなる。相当リフティングできるようになるだけでも子供の頃って何度もなると思うので、毎日ボールを蹴り続けてください。ありがとうございます。松浦選手、子供たちのメッセージを。そうですね、やっぱり常にサッカーを楽しむことを忘れないで、はい、であとは、本当お母さんとかお父さんに感謝しながらサッカーやってほしいなと思います。いいこと言いますね。常にボールを離さずに、サッカーが身近であれば、じゃあプロのサッカー選手にもなれそうでしょうか。なれます。多分なれます。なれますということです。未来の、ね、サッカー選手来てくれましたから、この後もぜひ楽しんでいってください。トークショーはここまでとさせていただきます。お二人どうぞ大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この次は再び司会で移らせていただきますが、簡単にご説明させていただきます。事前に、整理券をお配りしてあると思います。お持ちの方はお手元の番号を確認してください。いいですか。今からご覧ください。